遠藤おなすチャンネル参拝。はい、どうも遠藤です。今日はですね、飲むだけで痩せると言われているですね、アイドル水というものを作っていきたいと思います。はい、用意するものはもうね、すごい単純です。まずレモン果汁で緑茶、あとはカップと小さじ2杯のお砂糖で作れます。はい、でまず緑茶を、まあ、大体 500ml、 500ml、 これちょっと400なんですけど、 500ml だと思ってください。はい、入れます。お砂糖小さじ2杯入ってます。でそこにこのレモン汁を大さじ2杯入れて完成です。じゃーん。これであとはかき混ぜる。ふい、これだけで OK です。じゃーん。はい、よいしょ。味はちょっと酸っぱい緑茶。はい、以上です。バイバイ。遠藤おなすチャンネル参拝。